買うだけで運気上昇、2024年1月の花買開運法。はい、毎月月初めに今月の開運法をいろいろ発表しておりますが、はい、今回は特にね、月の初めでもあり年の初めでもありますので、うん、幸先良い新年をね、過ごすために、はい、花買からまずいきたいと思います。お願いします。はい、で1月は、日付にして5回5日間ほどチャンスがあります。で、方角は全て同じで真南45度の方角になっております。はい、はい、で違うのはだから時間帯だけと。はい、で、5日間のうち早い方からまずいきますと、11日木曜日、この日は夕方17時半から18時半の時間に買ってきてください。続きまして、14日日曜日、この日は、1日に2回時間帯のチャンスがありまして、うん、昼間の方が13時半から14時半で、夕方の方は17時半から18時半の2回ですね、はい、続きまして日付的に3日目、20日の土曜日、20日ですね、この日は、17時半から18時半夕方のみとなっております。そして、23日の火曜日、こちらは2回時間帯ありまして、13時半から14時半と17時半から18時半の2回ですね。で、ラスト、月末29日の月曜日、こちらは夕方17時半から18時半のみとなっております。はい、で5日全部発表しまして、お分かりかもしれませんが、5日間すべて17時半から18時半は使えます、うん、で、2日間だけもう一つ昼間にもチャンスのある日ってのがあるよということで、それが14日日曜日と23日の火曜日、この2日は、夕方の時間プラス昼の13時半から14時半もありと、はい、こういうチャンス延べにしてですから7回ですね、うん、日付5日間延べにして7回ほど花買のチャンスがあると、はい、考えていただくといいと思います。新年ね、一発目がこの開運法で、2024年ロケットスタートを皆さん切ってください。そうですね、まあお花飾る心の余裕が、うん、ね、運を呼び込みますので、部屋の、ね、レイアウト新年で変えるっていうのもありですからね。そうですよね、ちょうどいいです。置いてみてやってみてください。先生今日もありがとうございました。はい、それでは開運法シーズンまだまだ続きます。また明日もご覧ください。また明日。はい、また明日。